小倉競馬場第5レースメイクデビュー小倉2歳新馬芝の 1200m 出走10頭です。天候は晴れ、芝がやや重、ダートが重に変わりました。小倉競馬場、湿度が高くバックストレッチやや霞んで見えています。10番のナイツオブラウンドが最後の枠入り。北西の風、3コーナー方向から1コーナー方向に風が吹いています。10番のナイツオブラウンド収まりました。10頭によるデビュー戦スタートしました。ややバラバラのスタートで10番のナイツオブラウンドコースアウトを切りましたが、6番のネイキッドダッシュがついて先頭、7番の西野ときめきが外2番手、内からは3番の玉もブラック対1番のストリンジェンド、前は4頭、差がありません。内から1番のストリンジェンドが今度は先頭に立っていきました。3番の玉もブラック対が2番手、3番手に6番のネイキッドです。あと1馬身差、7番の西野ときめき4番手、内からは4番の東方ダリンシア800切りました。外を通って10番のナイツオブラウンド、5番のキャビネットバトルがそれを追走、あとは大きく離れました。8番のテーマアタック、9番のアルルカン、最後方から2番のダンスエリカです。600切りました。34秒1で前半の 600m を通過、3、4コーナーの中間です。1番のストリンジェンド、3番のタマモブラック対2頭が並んで、今度は3番のタマモブラック対が前に出まして400切りました。3番手から前を追ってくる6番のネイキッド、4コーナーから直線、その後内から4番の東方ダリンシア、外を通って7番の西野ときめきです。先頭3番のタマモブラック対、タマモブラック対先頭ですが、外からムチを振るって6番のネイキッド並びかけてきた。ネイキッド並んできた。しかし3番のタモムブラック対粘っている。6番のネイキッド並んで捉えるか。7番の西野ときめき3番手争い、前は2頭、3番のタモムブラック対かネイキッドがゴールイン。3番手外、7番の西野ときめき、内4番の東方ダリンシアが4着、2番のダンツセリカ今最後方でゴールに到達しました。勝ちタイムは1分9秒0、ゴール前は2頭並びました。4コーナー手前、早め先頭に立った3番のタマモブラック対か、これをじりじりと差を詰めた6番のネイキッドか、ゴール前2頭並んでいます。そこから離れて7番の西野ときめきが3着、勝ちタイム1分9秒0、上がりゴールまでの 800m は46秒2、 600m は34秒9でした。3番のタマモブラック対か、外6番のネイキッドか、わずかにうちの3番タマモブラックタイがしのいだか。6番のネイキッドよく差を詰めました。その後ろ7番の西野ときめきです。着順掲示板5着まで馬番ともりました。1着3番のタマモブラックタイ、デクラレーションオブウォーサンク、デビュー勝ちを収めています角田大河騎手。2着6番ネイキッド、こちらは上海ボビーサンク。3着7番西野ときめきリアルスティールサンク、4着4番東方ダリンシア、5着1番ストリンジェンドの順、やや重芝コース、勝ちタイムは1分9秒0でした。3番6番7番最終オッズです。6番人気、1番人気、5番人気の順です。単勝3番 14.3倍、枠連36 18.1倍、馬連3番6番 19.7倍、馬単3番6番 54.2倍、3連複3番6番7番 36.5倍、3連単3番6番7番 260.0倍です。3番手の西野ときめきあたりもちょっと距離伸びたらますます良さそうな、なんか最後いい末脚でしたね。小倉5レースご覧いただきました。確定までお待ちいただきます。